まあ、今ねちょっとうちのお父ちゃまとね浅草に行くために待ち合わせしてるところなんですけれども、ちょっとアイスコーヒーと思って、まあ、飲んでて、ゴミ箱がね東京全然ないのが本当にちょっと困りますよね。父ちゃんです。父ちゃんマスクしてた方がいいの？マスクしてた方がいいの？暑いからしない方がいいんだよ。ここが一番の、私が一番お気に入りのサイクルの乗り場だ。あ、そうなんだ、うん、まあでもいいとこだね、まあ、おしゃれだねここね。おしゃれや、うん、横浜みたいな。うんうん、そうかな、うん、あれここ、うん、ここが何、これ日野です。ちょっと見て、これ何ピアってなんて書いてあるのこれ。竹芝って書いてある。今日はなんか運休日らしくここまでやってきたのにね、うん、じゃあどうすんの。おー、なんか撮ってね。向こうの船がある。向こう、あの船は動いてんの？動いてるかもかな、行ってみると。多分日の出桟橋なんだって。だからここじゃないんだって。そこ、こっちとこっち違うの。うん、あそこから乗る。あれ違うでしょ。いや、なんかね、こんな風景があるんだね、東京に。ここに来ると結構いいかな。そうだね、ロケーションすごく。うん、本当にね、うん、うん、あの、なんかウエストポーチとかにすればいいんじゃないの。それは嫌か。ウエストポーチでもいいんだけど。うん、あそこが雷門か。あれだ、そこだ、そこだよ、ほら、これ雷門でしょ。あ、ほら、あるじゃん、アサヒビール。ほら、こっから見えるじゃん、この、これだ。うん、見えた、見えた。ちょっと待って、アサヒビール。うん、お父さん、信号赤になるって。なかなかさ先に行けない感じ、うん、すごいね。スターバックスがどこでもあんねスターバックス。残念なぐらいいっぱいあるよ、うん、ねえ、こっちの方がいいね、中見せるね。こっち行くか。うん、好き好きだ。いいね、私もこの道大好き。ここからのここ、このショットもね、なんかこの裏通りは裏通りでね、なんかこういいんですよね。暑っ。こっちの方が昔を感じるな。そうだね、今半。あ、これか言ってたの、これか。なるほどね、うん、お腹すいた。お父さん、うん、ご飯食べた？食べてない？食べてない。ここ入るかしたら、うん、うまいね、うん、もう食べちゃった、うん、父ちゃんが携帯を落としてしまいました困っちゃったねまた、うん、わーすごい、これだね。もうね、そう、携帯落としちゃったからお参りどころじゃないんだけどね。いや、もうね、ほんと外国人だらけですね、この中ね。なんかね、もうね、父ちゃんは神経痛も出てるし、携帯はなくし、もう本当にもう何なんだかなって感じ。なあ、もう無理して来なくてもよかったのになってね。お参り行くって聞かないので、お参りをすることにします。足、そう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 足とね、心臓とさ父ちゃんの携帯が見つかりました、ありました竹芝のターミナルにあったそうで、よかったね。
ついてる男だ、ね、この野郎本当にね、私もよくなくすけど死んでも助かってるしそうだね、うん、あっちに行くんだ、やっぱり。じゃあここ一番前じゃん。なんかすごいね、なんかディズニーランドのアトラクションみたいだね。ね、うん、すごい。これが汐留駅だね。近いね。いや、ほんとビルだらけだね。じゃあ、はい、ここで降りますよ。はい。そうだね、普通の紙より美味しそう。手皿が美味しそう。いろいろ買いましたよ、成城石井さんでね。こんなのとか、ね、ちょっと食物繊維が取れてませんので、食べたかったこういうポテトサラダ。なんかね、手で潰してるってどういうことなのかな。ぐにゃぐにゃしてるのかな、それともね、なんか手で潰してるって書いてあったんですけど、これね、ポテトサラダと、これ、このね、ちょうどいいサイズ感がね、ちょっと向きアルファ映ってますけども、これね、これ、ちょっと今日はワイン飲まないけど、あとは、もちろん、トマトですよ、これ。はい、食べます、こんな感じでね、今日のおばんざいです。ちょっと開けちゃったんだけど、これ。プレミアムモルツの海辺のエルっていう、なんかこの限定のやつ、まあこんなのね、オーストラリアに売ってないからずっと飲みたかったんですよね。いただきます。おお、なんだろう、プレミアムモルツの原型はないですね。なんか違うもの飲んでるみたい。まあ美味しいですけどね、うん、美味しいけど、なんか私のキャラにちょっと合ってないの感じがしますね。さて、じゃあこれちょっと開けちゃおうかな。これごめんね、これお掃除の人ちょっと嫌だよね。ちゃんと蓋閉めて捨てないと。うん、かぐわしい、美味しそうな匂いがしますね。いいカビ臭です、これ。うん、お箸でいただきます。ここでちょっとこれ、うん、うまい、うまいな。バルチーズ、ちょっとワイン欲しかったかも。ビールのちょっと匂いが合わないかな。そしてポテサラです。ポテサラこんだけあったらちょっと明日もポテサラですね。これね、食べちゃうかな、これ全部。どうだろう、いただきます。うん、うまっうまい。この自分でポテサラ全然作んないんでね、作れよって話なんですけど、美味しいですね、これ。うん、ポテサラうめえ。ほら、うん、これ全部食べれるのかな、普通に。こちらのキノアサラダもね、食べていきたいと思います。東京に普通に住んでたら成城石井なんか全然行かないですけどね。じゃあちょっとね、これちょっとスプーンの方がいいかな。いただきます。うん、なんか複雑な味がする。これ体に良さそう。うん、やっぱり私だったらここにもっとパセリとかぶっ込みたい感じですね。でもこの食べ方もありなんだな。私ね、日本のトマトがね、大好きなんですよね。どうやったらこれね、私は洗った方がいいか。ここに入れてきました。なんか特に器とかないから。じゃあ、もういい感じで入りましたけどね、こんな感じでね。いや、かわいい。美味しそうだね。いただきます。もう美味しいな。日本のトマトが美味しい。本当に。うん。
日本人がねトマトにこう情熱かけてるの本当にもう伝わってきますね。うまっ。甘酒飲んでます。朝から甘酒です。おいしい甘酒。うまっ。暑いですね、今日はね。それでいいの？本当？合ってる？うん。はあ、じゃあね。今ね、あの光が丘で父ちゃんと一緒に買い物してね、父ちゃんの服買ってあげて、でまあバイバイしたところです。なんかね切ないんですよね、毎回毎回ね。さあ今からね、この汚ねんですけど、ごちゃごちゃでね、もうこれ全部荷物まとめていきたいと思います。よいしょ。これは明日着ようかな。どうしよう。これね、服いっぱい増えちゃったんですよね。これね、友達の遺品なんですね、実はね。ロッソというバンドの T シャツ。これブランキージェットシティですね。私別に聞かないんですよね、ブランキージェットシティね。ごめんね、ゆうちくん。聞かないんだけどさ。もらってきちゃった。このミシェル。ね。ミシェル・ガン・エレファント。そして、これ、椎名林檎ちゃん。もうすごいですよね。私なんかすげえキラキラなんですけど、みんな私はもうこういうの着ないかな。でも待ってちゃった。ね、憤りって書いてある怒っちゃってね。なんかね、あの友達の奥さんからねいただいてきたわけなんですけど、この間ね線香って感じ、手合わせたっけな、ゆうちくんにもらうもんもらってきちゃったけど、手合わせに行くために行ったのにな。まあやっちまったな。これもね大好きなんです、私この T シャツね。本当にT シャツが一気に増えちゃった。とりあえず一旦これでまとめて、よいしょ。これは普段着る服ってことでね詰めました。うん、なんかいい感じですよね、唐草ね。ちょっとねすっげえ散らかってるんですけど、もうお許しください。これね、いい猫さんに買ってあげた T シャツ、渋谷でね、渋谷スカイで買ってあげました。これね、こんなん着るかな、いい猫さんね。渋谷って書いてあるけど、これ私ちょっとねすごいちょっとね奮発しちゃったっていうかね、ビビビッと来てしまったんですよ、私この箸に。ようやく素晴らしいお箸なんです、これ。ちゃんとなんか手仕事っつうかね、手作りっつうかね、福井のお箸ね。これちょっと高かったんですけど、実はね、これもねちょっと渋谷スカイで買ったんですけど、こんなのねもしかしたら東京都内どこでも売ってると思うんですけど、これお弁当箱包み用のね、あのなんだランチョンマットにしてもいいのかもしれないけども、私なんかこういう地図のやつ好きなんですよね。北海道のやつも持ってるし、こういうのね、うん、買いました。スヌーピーなんですけどね、
これね、なんかスカイツリーが乗ってないんですよね。なんかちょっとどうなのかなと思うんですけど、それがね、うん、古いのかもしれないね、デザイン。あ、そうでもないな、2023って書いてある。私あの風呂敷もいっぱい買ったんです、実はね。じゃじゃーん、これでも早速洗いましたよ、私使えるようにね。これまた唐草の、しかもね、これね、これはね、成田で買ったんですけど、前回も私成田で風呂敷買ってるんですけど、同じ店で買いました。これ猫ちゃんがねいるんですよ、可愛いでしょ。これどのぐらいなんだろうね、この大きさ70センチぐらいかな。これはね、風呂敷なんですよね、実はね。ちょっと開けちゃうかな、これ皆さんに見せるためにね。もう本当にまたバカみたいに風呂敷ばっかり買っちゃったんですけど、今回は。以前は手拭いだったんですけども、今回は風呂敷ばっかり。そんな使うのって感じですよね、本当にね。じゃーん、これ可愛くないですか。これちょっと一目惚れして買っちゃったんですよね、思わずね。これすごい可愛いなと思って。これもね、アナザー風呂敷なんです。これ文王堂って言って昔からやっているね、なんだろう、風呂敷とか和小物ですよね。そこのお店でこれ買ったんですよ。これね、私ずっとこのお店、あのネットで見つけて行きたいなと思ってたら、こんなそばにあるんだって。これ何なんだろう、素材レーヨンかな。すごい使いやすそう。これもこれコットンだ。そうなんだ。これも開けちゃうね、せっかくだからね。ほーら、いや、これも素敵ですね。こうね、こうこれもね、いいでしょ。なんか裏表なので結んだ時にね、こうね、こんな感じでちょっと中の色がちらっと見えるっていう感じでね。これまだあるよ、まだある、こういう風呂敷の包み方ね、これちょっと大事ですね。シレイヨのね、やつもうちょっと欲しかったんですよね。まあ、お手入れ大変なんですけど、あんま洗えないしね。これ、まあ、今はそうでもないんですけど、結構伸縮性があるんですよね。なんかいろいろなんかすごいためになる結び方が書いてありますね。パソコンバッグとかこう何三角にして、このこと、ここを結んで、ここの部分を入れると。なるほど、そうするとトートバッグになるよっていう洗面器。まあね、ちょっとしたもの入れるんだったらいいんじゃないですかね。焼き弁、あ、そうそう、ちなみにね、洗面器ね、もう家にもう一箱あるんですけどね、私これ大事なんですよ、洗面器。洗面器はーって思った人いるかもしれないけど、洗面器大事なんです。あとファイチ、これはね、お土産通貨も普通にもう飲まないとね。ファイチにはビタミン B12 と葉酸が入ってます。腸で溶ける鉄剤、いいです ね。あとショコラ BB ね、これ本当にだるかったんでちょっと買っとこうと思って。なめこ汁ね、なめこ汁、細かいの全部ビニール袋の中に入れておくだって感じなんですけどね。ガゴメ昆布、大塚に北海道うまいもの館っていうのがあるんですけど、これはもう来るんだよね。なんか私ね、あんまりビニール袋持って帰りたくないんだけど、まあいいや、この中で結局ね、北海道うまいもの館のここの、ここで焼き弁とね、この焼き弁ね、この北海道の人のソウルフード。箱買いとかちょっとさすがにできなかったですね。焼き弁そんなに食べないですからね、私ね、何気にね、好きですけど。なんか日本のこういうビニール袋って質がいいですよね、オーストラリアのとかに比べるとね。それこそこれで包みましょうね、いろいろ詰めていきましょう。なんかね、見たらいろいろ、こんな石鹸とかも私買ったんですよ、自分用に。あー、いい匂い、この匂い大好きで。ここかな、あ、そうそう、これね、これリネコさんにジャスコっつうかイオンで買ってあげたんですけど、これなんか和っぽい、なんかややジンベエみたいな、捨ててこですね、捨ててこを買ってあげました。リネコさんそんなに高いものじゃなくてごめんね、これね、これ捨ててこの生地のシャツですね。こうかな、まあね、ある百貨店で販売員やってたんですけども、ちょうど風邪気味でね、店頭立ってたんですけども、某放送局のアナウンサーの方がね、私あのいつも風邪ひいた時はこれだから絶対これおすすめっていうことでね、ちょっとなんかおかしいなと思ったらもうすぐこれ舐めるなんつって
でそれからもうずっとお世話になってるんですけど、本当にこれはねもうねすごい味するんですけど、辛みっていうかなんかピリピリ感っていうかね、プロポリス独特な味なんですが、本当美味しくはないんですけど、匂いもすごいしね、プロポリスの独特のね、こう舐めた後しばらくしてなんか汗がなんかプロポリスの匂いとかするんですけどもでもね本当にすごい強いんです、これ本当。あのね、いろんなプロポリスキャンディー私今まで試してきましたけど、これが一番いいですね、私の中ではね。そうなので毎回買って帰ってます本当、うん、おーすごい、よいしょ、結構乱暴に詰めてますけども、よいしょ、見てください、ほらね、おしゃれでしょこれね、素敵、しかもそして柔らかい布だからね、なんかちょっと尖ったやつが心配布が裂けるかもしれない。ディーネコさんのね誕生日プレゼント私買ってあげたんですよ、これ FJ ひどいですね、ゴルフやる方にはおなじみのブランドで、こんなに立派な、これ合わなかったらどうするんだろうね、本当にこれを買ってくれと頼まれたんですよね。まあそんなわけでオーストラリアでは手に入りにくいものということでね、この靴買いました。合ってんのかねこれ本当に足にちょっと心配なんですけど、ね、これ箱やすっちゃいます。ディネコさんの靴も風呂敷に包んでた方が良かったかな、風呂敷に包んじゃいますねこれね、せっかく秋の風呂敷がありますので、保護の目的で何もしないよりはしと思って、よいしょ、全部ねひとまとめにしただけでこんなすっきり、何がどれっていうのが、まあ、なんとなくわかるっていうか自分で覚えとけばね。さあ今日はね出発の朝でございますね、このドーミーイン工場の湯をね後にしました。いやー暑いですね今日もね、今日はここから八王子に寄ってで名古屋に行きます。Thank you.